大野市のシンボル、越前大野城。その麓に趣を感じる屋敷があります。武家屋敷旧田村家。かつて大野藩の家老を務めた田村又左衛門家の屋敷跡で、母屋は江戸時代の1827年に建てられました。今では期間限定で色とりどりの風車を飾っていて、インスタ映えスポットに。主や客を迎えた表玄関は2間 3.6 メートルもの幅があり、広々とした作りになっています。旧田村家は大野藩の政治を司り、藩主から厚い信頼を置かれていたため、大野城の堀の中に屋敷が作られました。家の東側には敵が侵入するのを防ぐために築かれた土井の一部が今も残っています。これは家が堀の中にあった証です。この土井に置かれた大きな石、斜面を生かして滝に見立てました。滝岩組と呼ばれる日本庭園の一つの特徴です。武家屋敷は、生活する分にはとても不便なんですね。ただそういった不便を押して、田村さんはこの遺構をきちっと守って、くださっていたと。武家屋敷の遺構というのが県内でも残っているところは非常に限られていますので、大野市がいかに歴史が豊かなところなのかと、象徴的な建物になっているかなと思います。江戸時代の歴史を今に伝える旧田村家。300年の時を超え、町に開かれた憩いの場として生き続けています。